本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。開封の儀こちらでございます。表裏開けていきます。おお、ケース付きです。取説すべて日本語表記。カードリーダー、 USB とデータを入れるマイクロ SD カードを入れる差し込み口、充電ケーブルこれくらいの長さ、メガネクロス。ケースはこんな感じです。取り出していきたいと思います。おお、軽っ。こちらでございます。これがレンズ。端子関係がございます。ボタンですね。こちらはボタンではありません。ここはリセットですね。重さ 67g、 軽い。というわけでこちら、見た目ですがかっこいいスポーツ系のデザインです。カジュアルな服装にも気軽にコーディネートができるおしゃれ感のあるサングラスです。はい、実はこれカメラが内蔵されています。ここです。ハンズフリー&マウントフリー、かけるだけで見たままの景色を 4K 高画質撮影ができる超軽量、こちらサングラスカメラをご紹介します。 4K というわけでどれくらいの映像を撮れるのか収録してますので、ぜひ最後まで動画をお楽しみください。カメラの仕様について、こちらのサングラスカメラ解像度は 3840×2160 の 4K 画質、フレームレートは 30fps、 データ形式は MP4、 撮影可能な角度はなんと140度、かなり広角で抑えられるレンズがついています。写真は1800万画素、なお水滴やホコリ、寒さにも強く、激しい雨や水しぶきにも耐えられる IP55 仕様です。汗がつきもののスポーツはもちろん、砂塵にも強いのでキャンプやフィッシングなどアウトドアにもとてもおすすめなカメラです。フィット感について、このサングラスカメラはおしゃれでありながら超軽量、耳やこめかみ、鼻への負担が軽減される作りのため、長時間でも快適に着用できるのも魅力の一つです。顔の大きさや骨格は人それぞれバラバラですが、このメガネはつける方の骨格に合わせてベストフィットする仕様です。そんなわけで装着しながらスポーツしてもズレにくい仕様となっております。使える場面について、従来のアクションカメラは撮影対象の動きに合わせて動かす必要がございましたが、このカメラはただ顔を向けるだけです。目線の先にある景色をそのまま録画、サングラスという形状から撮影を意識することなく、思う存分風景や様子を楽しみながら撮影を行うことができます。またカメラを向けるとついつい意識してしまうお子様やペットでも素の自然な表情や仕草が撮影できるかもしれません。バッテリーカメラが内蔵していながら、わずか 70g という超軽量なため、車やバイク、自転車などを運転しながらも撮影を行うことができます。使い方について、使い方はとても簡単。右側面のオンオフボタンを押し、電源起動、こちらですね、長押します。はい、ブーッと振動しました。そしてここにモード切り替えスイッチがございます。あとはボタンを一度押せばその場で録画スタート。ちなみにこちらが動画、こちらが写真となっております。長押し、撮影スタート。こちらにランプがついております。で、今ランプ消えました。ではですね、メガネを装着をしまして撮っていきたいと思います。はい、手ぶれ補正はついておりません。で、止めるときはこの電源ボタンを長押しすると電源がオフ。充電は約 3.5 時間で約90分の連続撮影が可能です。録画をしていきたいと思います。はい、今回は 128GB のマイクロ SD を入れていきたいと思います。こちらですね、カバーを外しまして、はい、なお充電しながらの撮影も可能です。そして上書き録画にも対応しております。保存しているカードの容量がいっぱいになった場合、自動的に最も古いファイルへ順番に上書き保存されていきます。
どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。大自然におります。どうでしょうか、サングラスカメラの映像の質感どんな感じでしょうか。サングラスカメラいかがだったでしょうか。ボタン一つで録画開始、 4K 映像、140度の広角視野角、あ、撮りたいと思った瞬間を逃すことのないサングラス型カメラ。激しい運動でもずれにくく、長時間使用でも負担になりにくい仕様のため、スポーツでもアウトドアでも大活躍することが間違いなし。この商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。カメラでもやっぱりデザイン性って大事だよね。スタイリッシュなサングラス兼カメラおすすめです。本番いきます。見たままのカジュアル、カジュアルな3、帰るか。